はいえ、それでは今日も動画レビューをしていきたいと思いますで、このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをするという内容になっていますで、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもえ、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧いただければと思います でえー、とまた、各動画の説明欄にですね、アマゾンへのリンクが貼ってありますので、もし興味を持っていただいた方がいらっしゃれば、そちらからご自由にご購入いただければと思います。また、コメント等ですね、えーまあ、読んだ感想とかいただければ、非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また、チャンネル登録とグッドボタンの方も、ぜひぜひよろしくお願いします。で今日ご紹介する本は、こちらの50代からの稼ぐ力というタイトルの本になります。 で内容としては、えーまあ、主にその50代、まあ、40代と50代以降の、えー、方に向けて、えーまあ、会社とか年金に頼らずに、えー、自分で生きていく力っていうのを身につけましょうという内容の本になっています。 でちょっと先にご、えーまあ、あのお詫びというかご説明しておきますと私自身ですね、ちょっとこの本の後半部分はあんまりしっかり読まずに今このお話をしています。で理由は少し後でお話しするんですけれども、えーまあ、ちょっと呼び飛ましている部分がありますので正確な内容を把握できていないかもしれません。 ざっくり先ほどご説明したんですけれども、この本の内容としては、ですね、まあ、主にその50代というような、えー、年齢層の方に向けて、えーまあ、これから稼ぐ力をつけていきましょうという内容になっているんですけれども、まず最初にですね前半部に、まあ、そのこれから50代と言っても、ですねあの余生は長いですよと。 まああのー、人生がまあ80歳90歳100歳っていうようなまあ長い年齢まで続くということが想定される中でやっぱりその50代60代っていう時代にまあ稼ぐ力を身につけていかないといけませんよねと、まあ、そういうことがまあ説明されていますで、まあ、それはなぜかということをまあ通じのデータとかですね、まあ、あの国の、えーまあ、政府の方針等を含めて説明をしてでその先にまあ稼ぐ力を身につけていく必要があって具体的にどういうことかっていうのを書いてあるんですけれども。 えとちょっとです、ね、そのギャップがあるなということをあの感じたのは、えー、と50代の方にその稼ぐ力っていうのをつ、まあ、けましょうというような話をしているにもかかわらずです、ねえー、とどういうことをじゃあやっていけばいいかというところに対して、えー、新しいビジネスモデルを考えましょうとか、えー、新しいビジネスを始めましょうとか、えー、例えば、ウーバーが出てきますエア B&B が出てきますとかインバウンドで成長しますとか、えーまあ、投資信託 とかまあそういう話が続くんですねなんですけれどもそれってもうはっきり言ってえっ、ー、となかなか普通の50代が今から始めても難しいと思うんですよねでえっ、ー、ともちろん大前さんというのは非常に有名な方であの人脈もあってお金もあってあの実力もあってあのそういったことが50歳からでも可能だと思うんですけれどもまあ、この本の中ではその40歳とか50歳からこういうことを始めれば、えー、60のまあ 定年とか、まあ、今の定年と言われて六60になるまでに、まあ、20回ぐらいこういうトライアンドエラーができるでしょうということがまあ書いてあります。ですけどもちょっとそれはやっぱりなかなか普通の50歳にはできないんじゃないかなということをちょっと思ってしまって、えーまあ、なかなか職種が進まないというか。 えとどうかなというふうに思いながら、まあ、読み進めていましたでえっ、ー、となのでですねその50代っていうその,、まあ、あの年代設定に対して、まあ、説明というかおすすめされてるようなビジネスモデルとか考え方っていうのがちょっとこう、えーまあ、ハードルが高いというかですね難易度が高いような内容なんじゃないかなということが、えー、まあ個人的な感想です。 でかといってですねじゃあその20歳とか30歳とかこれから本当にビジネスをやろうと思っている人が、えー、と真剣に読んで読むに値する内容が書かれているかと言われるとそうでもなくて、えー、と結構その今の流行りしたりにまあ、えー、触れる程度のまあ浅い内容が多いんでですねはっきり言って、えーとまあ、この本を読んで本当に50歳から稼げるようになる人っていないんじゃないかなとその要は。 ターゲットとしてですねこの本を買う50歳っていうのがもう今すでにそのビジネスをやってないとすれば多分そのビジネスを今から始める実力に値しないと思いますし30代で手に取っても内容としては浅いし難しいあの位置づけの本だったかなということをまあ感じましたはいちょっとあの歯切れの悪いあの内容の薄いレビューになってしまいましたけれども今日は以上になりますもしよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします